根がハモって空気や水の呼吸を発するっていうそういう症状が上から伺いますけど今回の改善作業の中で、まあ、こちらの里山にどれだけ手をつけれるかちょっと牧の表の建物周りや下の谷筋の流れを含めてどこから手をつけるのかっていうのは今日巡回しながら、考えていけるといいなと思うんですけど、ここもこの里山、田んぼや畑のやぶかした状態にどこに風を通し循環を促しているかっていうところで見るとここも一つ大事なポイントだと思います。